今回は五先生の第一局を見ていきたいと思います。初手から見ていきたいと思います。黒番が羽五星ですね。一間じまりのね、布石から始まりましたね。で、じっくりね、二間に開きまして、一間挟みですね、ここで。で、下辺も一間挟みですね。で、こちらに黒はね、挟み返しましたね。で、こちらに、これが結構工夫した打ち方ですね。カケツギもありますけどね、ちょっと工夫した受け方ですね。で、黒はこちらに挟み返しがいい手ですね。挟み返しから二間に開く手がいい手ですね。で、こちらにね、白一手守りました。で、すぐに打ち込んでいきましたね。厳しい手ですね。まあ、地に辛い手ですね、隅の。で、こちらにつけて、黒両方頑張りましたね。で、ここで手を抜いて、黒が実利で先行して辛い打ち方ですけど、白も右辺をね、厳しく打ち込んでいきましたね。で、ここで賭けから、これが手厚い打ち方です。地を稼いでいるので、ここは手厚く打ちましたね。で、こっちにつけて、で、こちらにね、種石を取って手厚く打ちましたね。まあ、ここは難しいですけど、押さえていく手もありましたけど、こっちは難解のコースですね。超難解の戦いというか、もう攻め合い含みの形になりますね。これ一回白が出て、こっちに押さえてきてね、かなり難解ですね。この後の変化っていうのは。まあ、この後黒からもう一本道ではなくて、かなり変化が複雑で難解で、まあ、黒からはもう出て割り込んでいくコースと、まあ、単につけていくコースがありまして、相当難解な攻め合い、まあ、これ攻め合い含みのね、この右上の白とこの右辺のね、白右辺の黒との、まあ、攻め合い含みの難解な戦いになるんですけど、非常に難解なんですけどね。で、白がこっち出た時に、まあ、こういうふうにここで外す手もありますしね、一回こっちの押さえを決めてから外すっていうコースもありますし、まあ、ここも全然変化がね、非常に複雑だったんですけど、まあ、こっちもあったけど、押さえると非常に難解なことにはなりますので、まあ、実戦は簡明な手を選択しましたね。簡明な方を選択しました。どっちもあったとは思います。で、こちらに滑りまして、ここの右辺の分かれは白が少し得したようですね。これ頭叩いて、白頭叩いて顔を出してますし、一応右下もね、滑りを打てば生きてますので、白が少し得をしたようです。で、ここで黒が桂馬にした時に、この切りがですね、冷静な一手でしたね。なかなか気づきづらい手なんですけど、まあ、一番普通の手を言いますと、まあ、これ黒がね、次に切りを狙って狙ってるんですよ。この切りを狙ってるので、まあ、何か一手ね、切りを守って、まあ、白石も弱いので受ければ普通の、一番普通の進行でしたね。
ただこっちに白が守ると黒も左辺を守る手順が回ってくるんですよね。まあ守り方難しいですけど、まあ例えばこういうふうに黒もね左辺を守ると、これお互い守り合った形になるんですけど、白はこの進行を不満と見ましたね。まあ例えばこれからまあ切る手もあるんですけど、まあ、この形はですね、黒からまだ急所に、こちらに急所に打って攻めていくっていう狙いがあるんですね。こういうふうに白ぶつかって引いて。で、結構白もまだ弱いんですよね。まあ、こういう狙いもありますし、まあ、まだもう一つの狙いとしてはこういう置きとかの狙いもね、あるんですよね。まあ、白がつないで頑張るとこっちに黒が出る手がありまして、で、白が受けるとこっちに次ぐ手がありまして、結構厳しいんですよね。なのでこの出に対して白こっちで受けないといけないので、一応こっちにね出まして、これついてぶつかってっていう、まあ、結構厳しい攻めの狙いがあるんですね。この置きの狙いと急所に迫る2つの狙いがありますので、なので白こっちに守ってるのが本当手ではあるんですが、一手かけても黒から攻めの狙いがねまだあって、一手かけても薄いので、まあこれをちょっと不満と見ましたね、白は。なので実戦はもう手を抜いちゃいまして、まああえて攻めさせるっていう進行を選びました。でこちらの切りもこれ間違いのない攻め方で、この切りはですね、まあ、左辺の地を増やしながら、左辺の地を増やしながら自分の弱点を消して、間違いのない攻め方なんですよね。絶対に損をしないという攻め方で、確実な攻め方ですよね。こういう形、ついこの上から行きたくなるんですけど、これははっきりしない手なんですよね。ちょっとこの後の進行が見通しが立たなくて、黒から打つ手がいっぱいありますので、黒がどう打ってくるかが全く分かりませんので、これ全く見通しが立たないんですよね、この後の展開が。もちろんこの手もありました、この手もありましたので、こういうふうに攻めていくっていう進行も考えられたんですが、結構この手は難解な、この後の戦いが難解ですね、お互いに。まあ、実戦はこちらから切りから打ったのが一番確実な攻め方ですね。で、こちらに切らせて、切ってもらって調子でさばいていこうというのが白の考え方ですね。で、これはまあ切りをね、こちらの切りを守りつつ、右辺に働きかけた手ですよね。で、伸びていくという進行になりました。で、ここで白は飛び出しまして、で、これ黒取りぐらいですね。で、こちらに白がね、竹歩に打ったことで中央をね、脱出することができて、まあ、この白石っていうのは、まあ、死ぬことはないですね。で、黒もですね、こちらの弱かった石がとりあえず飛びで補強することができまして、まあ、ここの黒から切ったね戦いは、まあ、見事に互角の分かれでうまく分かれまして、全くね互角の中盤戦で、この後ね難しい寄せ勝負になりました。で、この碁は最後まで打たれまして、まあ、最終的にはこの267手まで打たれまして、白番の一力八段の1目半勝ちとなりました。非常に序盤から難しい勝負で、形勢はほとんど大きく離れないで終始互角の勝負だったんですけど、最後は細かい寄せ勝負だったんですけど、一力八段がですね、見事に、まあ、見事に終始冷静な打ち回しで1目半残した名局だったかなと思います。
というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。この動画が面白かったという方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。